実はドリームオンアイスでは公演後全選手が浴衣にお色直ししての、そんな中テンションマックスのこの2人に村上さんが直撃。どうですかお二人、楽しんでます？楽しんでます。浴衣着て、はい、どうですか浴衣は？夏気分を味わえます。あ、夏気分味わえる。どうですか？めったに着れないので、すごいワクワクします。で今どうですか、やっぱり公演終わった後だし、若干ちょっとお腹も空いてるかなみたいな、まあ、どうですか？空いてはいます。空いてはいます。なるほど。ちょっと景色のいいレストランをね、私予約をしております。どうですか？お姉さんありがとうございます。よかった上がってますね。ちょっとこれでね、とりあえず景色最高なレストランで女子会しちゃいましょう。イエーイ。そして2人は私服に着替え、ホテルの41階にあるレストランへ。ドリームオンアイススペシャル企画、七夕女子会始まります。拍手。さらにスペシャルゲストとしてザギトワ選手も参加。美味しい料理に舌鼓を打ちながら、どんなトークが飛び出すのでしょうか。それでは超豪華七夕女子会スタートです。じゃあお疲れ様です。乾杯。イエーイ。この3人はお互いにどんな印象を持ってる？面白い。超可愛い。面白い、超可愛い。わかる、もうわかる。何してても可愛い。ザギトワさんはどうですか、2人の印象は？2人ともすごく明るくて一緒にいて楽しいわ。いろんな表情で喋ってるからどうしようの。今をときめくトップスケーターの3人はリンクの外でもトレーニングや遠征など多忙な日々を送っています。そんな彼女たちの休日の過ごし方は？うちほぼ休日っていう日を取らないので。ああ、私の休日はなんかケアに行ったり、ダンスに行ったりとか。これの上で練習はしないけど、それにつながることを休みの日はしてる。そうですね、結局なんかそういう風になっちゃって、なるほどね。坂本ちゃんは？なんかもうがっつり遊びに行くほどなんか元気がないので。何？映画とか。あ、映画見たり見に行ったりとかします。そうなんだ。どういう映画が好きなの？一番好きなのは、まあ、恋愛映画なんですけど、あら、ホラーも見に行きます。ホラーも怖い。絶対行きたくない。ザギトワ選手は？疲れている時はお昼まで寝ているわ。その後はテレビでドラマを見たり、あとは絵を描くことが大好きなの。絵描くんですね。絵を描いているとリラックスできるの。他にもラインストーンを使って絵を作ったりもするわ。このぐらいの大きさよ。大きい。すごい。すごい。今このお料理が運ばれてきてますけど、今回七夕女子会ということで料理も七夕ディナーをご用意しました。すごい。はい。最初のおもてなしは七夕をイメージした絶品オードブル。女子会だと。すると3人はすぐさま撮影。女子ですね、こういうところ。皆さん撮ってください。どうぞ。いただきます。いただきます。美味しそうですね。どうですか？めっちゃ美味しい。どう？美味しいです。美味しい。いや、いいですね。これちょっとトマトとかして。そして美味しい料理をいただきながらお気に入りの写真を紹介してもらうことに。ザギトワ選手は愛犬マサルとの日常を告白です。すごい気持ちよさ。続いての話題は3人のインスタグラム。皆さんに
とっておきのベストショットを選んでもらいました。まずは大胆なオフショットが世界中から大反響のザギトワ選手。私はマサルの写真を撮るのが大好きなの。最初はこんなに小さくて可愛かったのよ。すごい気持ちよさそう。今も可愛いけど少し太っちゃった。大きくなった。生き生き育ってるのがすごい写真から伝わるね。マサルとは絵を描いている時や食事をしている時も一緒にいるの。私が寝ている時起こしに来るので怒ることもあるわ。そうなんだ、すごいね。どうお二人は？このオランダの、うん、オランダのこの景色のいいやつが、うわすごい綺麗。あすごい、うん、すごいすごい綺麗。インスタ映えスポットみたいなのが全然いけないので、うん、なんかそれっぽくなったなと思って。坂本ちゃんはちょっと全然違うわこれ。あー先生とあなたのコーチ。いいね。なんか先生とのこのスリーショットってキスクラぐらいでしかこう撮れないからこうめったにこう写真に収めたことがなくて、でこれが唯一の写真だったんですけど、なんかでっかいのついてるから。なるほど。あここでですね、ザギトワ選手がね用事があるため、そう帰っちゃうんです。残念。何かお気に入りのものを食べて行かれますか？優しい優しい。一口でも一口でも、ね、もし日本に来てこういう機会がないのなら、ね、女子会に呼んでくれて楽しい時間を過ごせたわ。ありがとうございます。ありがとうございます。残念ながらここでザギトワ選手とはお別れ。ザギトワ選手行っちゃったんですけど、ここからはちょっと3人で女子会トークやっていきたいなと思います。続いては今年大学生となった坂本選手と高校2年生木平選手のおしゃれ事情に迫ります。みんな多分おしゃれすごいしてきてるけど好きですか？おしゃれするの好きです。好き。どんなものが好き？今日のねドレスもすごい可愛いけど、結構普段着ではあんまりここまで白ピンクしてないんですけど、少しフリッとしてるやつとかの黒とか、逆にそういうなるほどね。可愛いんだけど色は黒とかで締まってるやつが好き。やってたりします。坂本ちゃんはやっぱ高校卒業して大学生になって髪染めたりピアス開けたりしてるけど、結構垢抜けたんじゃないかなって今日見てて思ったんだけど、どう？もうお母さんに開けに行くよって言ってで行ったんだ。で染める時もあ染めに行くからって言って、うん、何色に染めるとかも言わずに行きました、うん、でもすごい似合ってるよね。いいじゃん。リカちゃんはそういうのもやってみたいなと思う？そうですね、結構なんかネイルとかもしたいし、うん、パーマとかちょっと焦げ茶ぐらいに染めてみたいなとかも思ったりは。焦げ茶ぐらいにちょっと大学生ちょっと行ったぐらいにちょっと染めるかどうかぐらい、どうかみたいな。来た来た。ここで運ばれてきたのは待望のメインディッシュ。すごい。フィレステーキとオマールエビでおもてなし。おー、じゃあいただきますか。いただきます。どうぞどうぞ食べてみて食べてみて。どうですか？おいしい。すごいプリ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 。かわいい。プリプリ。盗んだな。おいしいね。じゃあちょっとお肉もいってみて。どうですか？柔らかサイアンロコ。サイアンロコありがとうございます。結構お気に入りのフィレステーキとかあるんですけど、うん、その中でもナンバーワンの柔らかさ、おすごい美味しいです。さまざまなトークで大盛り上がりの七夕女子会。最後は短冊に
今シーズンの願いを書いてもらいました。じゃあまずは木平さんから結構かな。世界選手権でノーミスの演技で表彰台に上がれますように。いいですね。やっぱり世界選手権って大事だなって思わされたシーズンでもあったので、うん、やっぱり世界選手権をやっぱり目標にこれからしようって思ってます。なるほど。じゃあノーミスして表彰台に乗るように頑張ってください。じゃあ坂本ちゃんは。毎試合最高の演技をして 100% の笑顔で終われますように。いいですね。一番良かった試合が全日本しかなかったので、でもそれ以外は本当一つのミスで表彰台に乗れなかったっていうのが多かったので、今シーズンはその悔しさをバネにこういつも自分らしい笑顔で終われるようにしたいなと思ってます。じゃあみんなの思いがこれね、星に届くといいですね。ね、よし、お願いして。みんなの願いが星に届きますように。以上、七夕女子会でした。